木村東介は美術賞。本名は文雄。山形県米沢市出身。建設大臣などを務めた木村武雄は弟。山形県議会議員を務めた木村中蔵の長男として生まれる。米沢商業学校を中退して上京。ヤクザな生活や院外団暮らしを続け、一時は県政公論者に入社。乱闘で片腕を失う。 法廷で出会った、裁判官の人格と気骨に打たれ改心する。龍宗義の指導を受け、1936年、東京、湯島天神下に、ハグロを創立。肉筆浮世絵、大津絵、泥絵などの民族美術を取り上げる。1960年、上野池の旗に、忍ばず画廊を開く。放浪の画家である、長谷川俊之の絵画、 米沢出身の東洋思想家宮島英氏の賞与に紹介した。戦後は、小瀬を描いた斉藤真一を世に問い、小瀬ブームを作った。吉川英治、手使河原総風らの地遇を得たほか、先行中であった辻政信をかばった。弁も筆も立ち、芸術院や日天の腐敗を攻撃し、有名画商と人気画家の腐れ園を弾劾した。その一方で、 現代の不遇外食画家を講演した。1992年3月11日、心不全で死去。90歳没。墓所は東京都文京区湯島の臨床院。ありがとうございます。